皇帝の処遇。それは、死刑で。そういう結論で了承が出た、そういう感じ、だろう。王の権威はもう、王賀さんに統合され、意思決定は大衆に依存するようになって。皇帝を発生させていた、最強の独裁者。それは、皇帝以外にいなくなった。結論。同時に、独裁創作の利益性、そういうのも、もう期待できない、皇帝と共に死んだ。やむを得ない、ことだ、働かねばお金は得られない、それが理解できない奴は、不要。それただの狂人だよね。そうなる前に。概念そのものを破壊、否定、する。それは大事な話なのかも。神様はいる、あるのだ。不意に理解する瞬間はある。何も問題はない。あなたが、独裁者でない限りは。そこ、にあるのは？あなたが言っていた通りの結果であり現実だ。これ誰が書いたの？それは神様です。